ウフォウフォゴリラ見ていきますか。航路めちゃくちゃ左上空きそうだな、これ。これ何人かあれじゃない、車取って左上エルポゾとか行きたいチームいるんじゃない。ウフォウフォゴリラ見ていきます。2番チーム。ちなみにパスワード的にこう入場の順で言ったらこの人が早かったけどね。マロー、マッター、マザー、マザーさん。6番チーム、あ、6番チームじゃないか、1番か。1番チームが多分一番早かったのかな、ログイン。そしてジュニアスパイギアもいますと。うわ、これ面白いな。なんだ、なんか死んでるやついるぞ。ん？なんかもうすでにノックしています。何でしょうか、9番チーム。もう一人いた気がする。10番チームをノックしている。どこだこれ。よくわかりません。この人は何なんでしょうか。 BMAX、 逆にお前が一番持っているのかもしれない。どこにいるんだこれ。これ誰が助けに行けるんだ。10番チーム、なんか意味わかんねえなこれ。オアですね、この人。誰が助けに来れるんだ。これ箱になるのかな、ここで。これ何がどうなってこうなってんのこれ。お、死んだ。あれ、死んでない、生きてる、神になった。あ、死にそう。あ、無理か。ということでね、はい、2023福男たち決定戦始まりました。早くも犠牲者が何人か出ていますが、さあここもバチバチ。あ、仲いいっすね。ここはペカドっすね。皆さん覚えてますか、ペカド。ペカドあったね。カジノだったっけな、ここ真ん中。カジノがあって、マンション地帯があって、こっちがあんまり強くないマンションだった気がするんだけど、一応ここが積み上げできてると。いう感じになってます。ジュニアスパイギア見ていきますか。ジュニアスパイギアは、パワーグリッド。発電所っすね、これ。発電所だったっけ、ここ。パワーグリッド、ランドマーク、デトネーザーレジェンド、ジュニアスパイギア。あ、さ、移動したこれ、ペカドのチーム。見ていくか。やばいぞ、そっちいるぞ。このワゴンでワンチーム移動してんの初めて見た。やばいぞ、このチームは。なんでこれでなんか人様の建物に乗り込んでるの。これは逃げれんのか。いいね、なんか最高にパブジーしてる感じするこのチーム。ヘルメットかぶってないやつもいますと。危ね危ねって、車線かぶるよ。お、いいね。対して塩、なんだこのスコープ、めっちゃすげえ。ここもダメだと判断。これ誰が IGL やってんだ。さあ判断早いっすね。これは応援したいチーム。
判断早い、判断早いのいいこと。パールスの収縮的にはこんな感じか。こんな感じですね。この紫じゃない、ピンクのチームはいいのか。お、すごい、なんか16番チームすごい分かれて遊んでる。なんか悪いんかな。これなんか悪いですね。ひかりちゃんもいますと。あ、3人チームなんかこのチーム。仲悪いと見せかけて一人だけフリーファームであさりに行ってるんですね、これね。さあ20番チームも移動してますと。こんなあったっけ、このバギーみたいなやつ。あ、20番も仲悪いっすね、これね。あ、すごいな。なんかみんなばらけて漁ってますね。そしてこの人なんかすげえフリーファームだったはずなのにヘルメットかぶってません。しかもトミーガン持ってる。あったな、トミーガンって。なんで。いや、いい、いいよ、いいよ、いいよ。トミーが持ってます。フリーファームしてきたはずなのに。なんなら直帰か、直帰来てない気がする。直帰来てません。回復を持ってません。なんで、どこ漁りに行ってたのこの人。いいですね、まだね、これミラーはヒロイン。あ、というわけでね。なんだこれ、合流する気ないのかこれ。おい、16番チームマジ不仲じゃん。合流する気ないぞ。20番チームも味方が1人残されてるのに、進行方向は西。どういうことなんだ。そしてこのチームは、このチームは連携取れてるね。13番チーム、1人ここ場所隠してんだ。あ、この人うまそう。領事、領事4、屋根乗ってるし、どっち乗るのか分かんないけど、ここで取ってるとこに多分味方が合流してくる。お、味方が合流してくると。PUBG はね、結構あれなんですよね。あの、やっぱ場所ね、場所取りがすごく大事なんで、なんか1人ね、場所取りに行かして、あっ、あっ、あ、やばいこれ。やばいです。さあ囲まれてますと。カレンちゃん、カレンちゃん強い。あー、これは味方来れないか。これはちょっと裏目に出たな。これ砂漠ならではって感じですね。あの、足場悪くて。天道より、より萌え。これ大丈夫なのかこのチーム。ねえ、ひかりちゃん無害に来てくんないよ。
げっ終わったなこのチーム。あ、バギーある、バギーある、バギーある。頑張れ頑張れ、より燃え。どこ行ったこれ。頑張れよりもえ、頑張れ。ちょ、あ、よったこれを転がしたかったんだな。そうだよ、頑張れ頑張れ。あ、ここもバチバチやってる。左下どうなってる。体力削れてるよ。23番チームが多分これ山上とかで待ってて、1番チームがそれぞれ車で移動してたところに多分駆られたんだ。これこんな感じですね。23番チームは多分これ車持ってないんだ。ラブワゴンチームは何番チームだったっけ。あれこれか、違うな。あ、これ20番チームかぶつかるかも。あ、目視してますね。ただパルス中かわいい。なんかピンクのかわいい装備してる。アナケン、アナケン、アナナ走ります。もう味方が確認してるにかかわらずもうまっすぐ走っていきます。これ21万移動したな。これ多分目の前の車1台パクって移動するのかな。この後3番チームこっか、これだったっけ。あ、これだこれだ。3番チームラブワゴン、ラブワゴン見当たりません。ラブワゴン捨てて恋の恋を探しに旅に出ました。2023年、多分どっかでやられたんでしょう。あ、でも補給物資近くにあったから誰か拾ってるかも。これ補給物資拾ってません。これどうすんだろうな、みんな車持ってなくない。あ、ついに16番チームが、あ、ちょっと待って、ここ24番チームやばい。同居してる同居してる。さっきの何番チームだに潰された13番の領事4、これ114クラッチ見えっかな。この人うまそうじゃない、これうまそう。多分何人か持っていきそう普通に。この屈伸やってんよこれ、やってんよこれ。これ何 AS32 って、何この武器。この時点でね、この AS32 っていう武器を使う時点でなんかね、もううまそう。知らないもんこの武器。うまそううまそう。これちょっとこれは見応えありますよ。これどうなる。お、でも相手は3人だよ。覗いてたらやばい。さあ、ワンノック持ってったけどカッキルは取れなさそうか。木炊いてうまい。これで射線逃し、起こす、グレ持ってない、フラッシュだけ。うまい。詰めるか、他のチームから横やり入ってる。ワンオクラッチあるかこれ。領事4、かけ取られた。
残す一人。うわどうする、うわー強え、両時砲強え、なんだこの化け物。ほらなんかクマみてえな足生えてる、こいつはやってるな。逆に一人でちょうどいいかもしれない。早くもう25番チームにもおちんちん侍にも喧嘩売ってますと。すごいな、なんかいろんな、11番チームと25番チームどこだ、こっか。わー遅かった、なんかの突っ込んだかな。お強えなこのチーム。でも11番チーム強くない、1人だけノックであと4人、縦4縦ってすごいな。左下もすごいな。あこれブスカンじゃないか。3番チームジェットストリーム JP いるぞ、そこには。あ仙道伊織が、伊織萌がノック取ってるぞ。かっきりまで持ってきたい。って言ってる。23番チームまだやってる、うん、あー相乗りチームが、うんうん、これ23番チームのあれ気がつかなかったんだな。あなんで死んだない、あこれチャンスじゃない、生きるのが辛いよ。なんでみんなこの可愛いアバターしてんだ。チャンスだ。ナイス。駆け戻ってけ、惜しい。どうする、やばいパルス来てる、生きるのがつらい。こっちはおちんちん侍が入ってた。おちんちん侍なんとか入れた、生きるのが辛いよ、頑張ってほしい。23番チームはいつ見ても徒歩で移動してるな。あ、あ、ということでね、パルスはこんな感じになってます。限界ポジ。なんとか11番チームさっき24番チームだったっけ倒したけど、1人かっきり取られて、この位置やばそうだな。
これ実はここ何これ MK12 って分かんない。おうまい。これ20 2番チームどう取るか見ていくか。ぬか漬け、ウホウホゴリラまだ生きてる、生きてんな。ウホウホゴリラ2番チームだ。ウホウホゴリラ見ていきますか、どこを取るのか。このめちゃくちゃ集まってる中どこを取っていくのか。お、物資を取りに行くのか。お、お、ぶつかるねこれ。ジュニアスパイギアとウホウホゴリラの対面。ぶつかるかこれ。こっちも当たってますと。おおおおおお、なんとかこれ落とせそう。幼児4がまだ生きてる、こいつ強え。領事法強え。なんでこいつ生きてんだ。ここまでね。21番チーム。穴け穴な。あれミラーマってこんな感じだったっけ。こんなやらしいポジションいっぱいあったっけ。え、なんか領事4まだキルしない。領事4強え。こいつ強え。こいつかき乱してる。こいつかき乱してる。やべ。え、気づいてないのか。目の前にいる。幼児4がいろんなチームに喧嘩してる。もう見るたびに違うパーティーに打ってる。最低だこいつ。こいつ最低だ。やばい、そいつもアスパラだ。何この人の見てるとこ、もう全方位に敵いるじゃん。まだアンチ入ってますと。え、つえ、めっちゃ当たったじゃん。やばい。お、ついに目つけられたか。うわ、何？なんか4立てしない？7番チーム。ラオグリム、つえ。
さあ残り13チーム、生存31人、パルスはこんな感じ。イオリモエはまだ生きていますと。チンチン侍がノック。あ、でもここですぐにスモークたけるのはできる人。領事4がまた一人持ってった。こいつ強え。逆に3人死んでよかったかもしれん。なんかもうドラマがあるね。8キル取ってるよ一人で。えぐくね。今キルトップが8か。いつの間にかジュニアスパイが死んでたわ。いつ死んだんだ、言ってくれよ。痛いよ。王子4まだ生きてる。これはむしろ領事4がどこまで荒らすのか見といた方がいいかもしれない。9キル。あーでもアンチ漏れたな。だいぶきつそうではある。しかもかなりロックされてるな、さすがに。車どこ行く。おお、行くね。行った。おぶね。わ、夢のメイカっつ。夢のメイカも一人で頑張っていますと。なんだこれ。あ、一人で頑張りすぎだろ。やばい、一発また死ぬかも。やばい、パルス早い。しかもあ、これはやったか。うわー、領事が止まらねえ。エースが。これはやったね。福ちゃん。11キル。さあどうなんだこれ。あれ、これあるのか。領事4気づけば2221。これありますよ、一人勝ち。これは福男たち決定戦。ただパルスはこんな感じ。7番だけが。これ7番めちゃくちゃいいね。これかなりいいっすよ、7番チーム。これだって待ってればこの範囲外漏れてるこの3チームが
やり合ってくれるからかなりいいよ。よし、ほう、さあどうなる。これはかなりきつい。光も強い。8キル。鮮度よりもたまだ生きてる。見応えあるな。さあこれどうさばくのか。気づくのかこれ。うまいなみんな。これで、あ、やばい、エフビットさ、よいしょ、パルセ耐えた。うまい、これ。うわー、先導よりいよりも絵が強え。勝った、このチーム。うわ、追えなかった、マジか。追えなかったけど、え、このチームさ、最初から3人じゃない？すげえ。不仲のチーム、まさかの勝った。2023年福男たち決定戦、まさかの3人チーム。まさかの3人チーム、おめでとうございます。ちょっとかわいそうなんでね、配信を盛り上げてくれたっていう意味で、ちょっと最初に空中でノックしてた BMAX 3人も僕はちょっと何かあげたいなと思うんですが、よろしいでしょうか。スタッフさん一人で頑張ってた、ちょっと盛り上げてくれた、りょうじ4にも僕にあげたいですね。